それはもう直感だけで。よし、やっと準備できた。うん、ありがとう。絶対うまいやん。手でいい。手でいいよ。要するにこれガリバタ醤油。確かに。で、胡椒で味付けるから。まずいわけじゃない。あ、めっちゃいい匂いする。めっちゃいいんですよ。やばい。これはやべえの。そしたら米に入れる、うん、うわ、え、これ怖っ、怖くない、うん、一気にいっちゃっていい、うん、やっといくよ、はい、いきます、はい、うわ、そしたら香りじゃねえの忘れないと悪いんじゃない、なー胡椒をまんべんなくて何されたの、え、絶対うまいやん、全部入れちゃうぜ、うん、ほらほらほら、え、絶対うまいね、はい、終わり、え、天才、映えるね、色がね、うん、そしたら火をかける、うん、乾杯する、うん、乾杯しよう、乾杯、いただきます、うまっ、あ、うまっ、普通に焼肉崩すのもったいないよね、もったいない、けど崩していきます、いきます、はいよ、うわぁ、これ牛だからいいよね、マジで、うん、全然いいよ、めっちゃうまそう、バーベキューなの、マジでそう、おいしそう、うん、うん、食べようかな、うん、いいの、うん、いただきます、いただきます、え、これさ、私も動画でやりたいな、え、全然いいと思う、思ったより量もちょうどよさそうだし、ね、一人でも全然いけそうだし、なんか動画映えしそうだし、うまっ、うまいね、うまい、動画映えする、うん、うまい、作るのも簡単だしさ、うん、バターがめっちゃ効いてる、うん、うん、うん、え、うまっ、思ったよりジャンキーじゃなくて、うん、ね、それな、酒に合う、うん、うまっめっちゃ酒に合う、うん、鉄板だからさ、常に熱々だからさ、うん、猫舌はやばい、マッシュルームもうまいだ、うん、チーズすごい、おお、え、チーズうまそう、 TikTok で流行ってるじゃん、うん、やっぱああいうのってさ、みんなでやるから楽しいみたいな感じじゃん、うんうん、安いしな、うんうん、たこ焼きより簡単だし、うん、たこ焼きってさ、誰か一人がさ、ずっと作り続けるはずみたいじゃん、これみんなでさ、こうやってほぐせばいいじゃないだ、うんうんうん、今はこれ TikTok はあって主流なのかな、 TikTok 主流なんじゃない、うん、私が高校生の頃、YouTube も TikTok もそんな流行ってなかった、思うよ、 TikTok に関してはなかったし、マジでそれな、うん、俺らの時何が流行ってたんだ、私はツイッター流行ってた、俺若干ミクシーだったんだよね、ジジイカセピやんミクシーからのツイッターだよ、あー、やっぱそうだね、うん、ミクシーやってなかった、私たちは中学がアメブロで、うわ、高校がツイッター、アメブロも俺やってたんだよね、実は私もやってたよ、やってた、うん、アメブロやってた、ブログ書いてた、ブログも俺なんだかんだよ結構やってるよ、アメブロ高校かやってて、うん、カテブロやってて、うん、若干ノートやってた、ハテブロね、うん、文字中心の人はハテブロのイメージある、アメブロはさ、写真ばっかじゃん、そうそうそうツイッターが全盛期だったの、今の子はインスタじゃない、今インスタ上流でさ、上流なんてなかったし、インスタなんても全然あの、うん、マニア向けみたいな、いやインスタに関してはマジで俺さ、なんだろう、時代に遅れた感やばくて、 今だってあんま使えてないし、一応あるけどね、蒙古タンメンの写真載せるだけの、いや分かる、インスタっていつの間にか急に来てたよね、急に来てて時代に乗り遅れました、うん、ツイッターはやってたわ、それでさ、みんなクラブハウスが来てんじゃん、あ、でもクラブハウス
って子供や、子供っていうか学生やってるの。うん、ええ、そうか、大人。まあ、セミナー系の。情報紹介系っていうイメージ。うん、わかるわかる。わかる。とりあえず大人がビジネスについて語ってるイメージある。うん、新しい SNS また増えるかもしんないじゃん。まあ、クラブハウスに関しては廃れると思うけど。クラブハウスはでも廃れる。だって今話題にしてるんじゃないもん。やっぱちょっと閉塞感がえぐいよね。うん、ツイッターのさ、うん、フリート機能とかもさ、うんうん、今誰も使ってなくない？あってます。これ2号でしょ？うん、結構食える。意外とね、汗やばい。汗やばい、暑いやな。ちょっと窓開けよう。あ、いいな。うん、もう春だね。うん、いつの間にかね。うん、なんかさ、ついこの間さ、まろちゃんのさ、病院行った気がするんだよね、うん、注射。そしたらもう、ね、もう1週間後には狂犬病の注射。うん、絶対コーラある。絶対ある。うまいです。それでいいの？飛ぶ。うわ、これ飛ぶぞ。じゃあペッパーライスだし、もうちょっと胡椒効かせてもよかった。確かに今更。本気ないだもんね、これ味が変わるんだ。そうなんだよ、どうせ全然違ったら。おもろい。実際さ、TikTok やってる人みんな食べたことあるの？あれぶっちゃけ焼肉のタレじゃないと思うんだよ。絶対違うよね。絶対違う。いや、焼肉絶対違うと。最近ヘレレタリー見たね。見た。ミッドサマーの次はヘレレタリー。うん、おもろかったね。おもろい。どっちが好き？まあでもミッドサマーかな。僕もミッドサマー、うん、ミッドサマーが見る麻薬って感じで、うん、ヘレレタリーがお化け屋敷って感じ。わかる？だから、見るお化け屋敷。わかるわかる。気持ち悪さはミッドサマーの方が上だったんだ。ああね。腹とかさ、木とか気持ち悪くなっちゃうタイプだから、それは。ああ、そういうことね。腹見てると鳥肌立っちゃう。ハスコラみたいで。いやでもなんか、ヘレレタリーの方が気味悪い映像は多かったかなって感じ。マジックマッシュルームだっけ、うん、打った後のシーン結構きつかったんだよ、ね、背景が歪むやつ、ね、歪むやつ。あれはきつかった、確かに。ちょんちょんくなの。うん、違和感やばいよね。うん、めっちゃおろかった。なんか、スタミナ太郎思い出した。まあでもそこら辺ならチープさはあるから。うん、肉がね。肉もね、でも全部スーパーのものだし、なんか簡単がゆえにチープ感は出る。うん、美味しいよ。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べた？はいはい、ということで、ペッパーランチ風ご飯、うん、食べたい。終わります。はい、ごきげんよう。